はい、どうもみなさん、こんにちは。ゆずコです。それでは今回なんですけども、3月 AUPEI タヌキの大恩返しに飲食店20%が追加され、さらに強力にということで、今回は a u p e のキャンペーン情報についてですね、現在絶賛開催中のキャンペーンに飲食店の追加情報が少し出てきましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。まあ3月からの a u p e はこれまでよりかなりですね、熱くなるので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは いってみましということでね、今現在、a u p a y のタヌキの大恩返しのキャンペーンについて、今こちら2つが開催されてます。先日ね、動画にもさせていただきました、ローソン20%還元。これつい最近始まりまして、で、あとは1月からスタートしてるスーパーマーケット、あとドラッグストアが2月からスタートしてるということなんですけども、今回はここに3月からこの飲食店が追加されるということになります。まあ、これがね、今2月現在で開催されてるキャンペーンということで、スーパードラッグストアローソンということ ことなんですがそこに飲食店が加わってそれぞれ3月の22日23時59分までが期間となっておりますで今回ですね発表された飲食店なんですけどもこちらですねあきんど寿司ろう上島コーヒーカッパ寿司ガストケンタッキーフライドチキンカレーハウスココイチ あと、スキやドトールコーヒー、ひょっともっと、松屋、吉野屋、など他多数ということで、まだね、詳細の情報というのは出てないんですけども、今現時点で、2月24日時点での情報ということですので、 まあおそらくね、AU ペが使える飲食店は、まあある程度対象になってくるのかなというふうに僕は勝手に予想しております。ですけども、一部、まあキャンペーンの対象外の店舗もあったりするらしいので、ここはね、詳細の情報が出てから確認をした方がいいかなと思います。まあ個人的にはね、この中でよく行くお店というと、そんなに多くはないんですけども、ホットモットであったりとか、 あと、吉野家とかも利用することがあるので、個人的には結構嬉しいかなというふうに思います。で、キャンペーンの詳細見ていきましょう。期間は先ほどお伝えしたように3月の1日から3月の22日まで。ですけども、まあ、3月いっぱいまでではないので、ここは注意をしてください。で、次に還元率なんですけども20、20%還元。で、これは200円、税込み200円ごとに40ポイントがつくということになります。 一応ですね、ベースポイントが0.5%、もうこの中に含まれるということですので、ここは気をつけておいてください。で、上限なんですけども、1auid あたり1回に500ポイントまで、で、月にですね、3000ポイントまで、総計ということで、一応どれぐらい使ったら上限に到達するのかということなんですけども、まあ、ベースポイントのこともあるので、1回に2600円を決済したら500ポイントに到達して、月に、まあ、約15000円ちょっとぐらいかな。これぐらい使えば、月の3000ポイント に到達すするかなというふうに思いう思ますで、今回はこの総計ということですので、ドラッグストア、そしてスーパー、そして飲食店含めての3000ポイント、そして500ポイントということになりますんで、それぞれではなくて合わせてっていうことですので気をつけておいてください。まあ多分この3つがあるので、まあ正直上限は結構サクッといきそうな予感はしますよね。 で、続きまして、付与時期なんですけども、支払い月の翌々月末頃ということですので、まあおそらく忘れた頃に付与されるのかなと思います。で、対象の決済方法なんですが、a u p y のコード支払いということになりますんで、普通の a u p y のバーコード決済以外の、例えば a u p y プリペイドカードとかそういったものは対象外となりますんで、とりあえず a u p y のコード支払いということを覚えておいてください。で、2月はですね、もう何日かで終わるんですけども、どんなキャンペーンが残りあるのかっていうことをまとめました。それがこちらですね。まずはスカイラー グループのお店が20%還元キャンペーンこれが2月の28日までということなんですけどもまあ、以前ね動画にもさせていただいたんですがまあ、デリバリーであったりとか一部のテイクアウトとかも対応してるみたいなのでまだ利用されてない方は2月の28日まで使ってみてもいいと思います続きましてカインズ20%還元ですねまあ、ちょっとこのお店がどんなお店か僕全然知らないんですけどもまあ、カインズを利用されてる方は2月の28日までで J グループが20%還元キャンペーンなんですけどもこちらに関しても2月の28日までまあ、場所によってはね動画内でも 以前お伝えしたんで、すすすけどもももガソリンンスタンドととかも対応ししてたたりるるみいいいいなのででね使える場所があれば AUP 決済思いますでこちらもね、結構長いキャンペーンだったんですけども、もうすぐで終わります。ローソン銀行 ATM を使って、AUP 残高にチャージをすることによって、最大の3000ポンタポイントがもらえるキャンペーンなんですけども、まあ以前ね、僕も動画で解説をさせていただきましたけども、最大の3000ポンタポイントまで到達するために、まあ約6万円ほどチャージをしないといけないので、かなり大きな額にはなって ってくるんで、すすけどもチャージをするるとに5還元なのでまあ額だ結構価値はあるかなと思いツイッターでもつぶやいたんですけども、本日2月24日にしっかりと僕も最大の3000ポンタポイントまで付与がされましたので、ま、ぜひやり方が気になる方は僕の動画チェックしていただければと思います。次に先日スタートしましたローソンのね、20%還元キャンペーンですね。こちらは3月の22日まで。で、普通のローソン以外にもナチュラルローソン、ローソンストア100、ローソンポプラー、そしてローソン 3F も対応ということですので、まあ それぞれ使われている方は AUP 決済がお得かなと。あとはね、これまで開催中である、たぬきの大恩返し、スーパーマーケットとドラッグストアですね。こちらが3月22日まで開催がされていると。まあ、2月もね、残すところ、あと数日しかないので、まだちょっとこれは使ってないっていう方がいらっしゃったらね。 今のうちにサクッと使ってみてはいいかなと思います。で、そして3月の英雄ペイなんですけども、まあ先ほどお伝えしたローソンとタヌキの大恩返し祭りのドラッグストアスーパー。で、その中に今回お伝えした飲食店が加わるということになります。まあ普通に考えて結構3月の英雄ペイってかなり暑いですよね。で、まあここまでがキャンペーンの解説なんですけども、ここ最近ですね、英雄ペイを使ってて起きた出来事をですね、2つちょっとお伝えをしようかなと思います。 まあちょっと雑談みたいな感じで聞いていただければと思うんですけども、まあつい最近動画でも紹介をしました、まあ AU ペのマップ機能が強化されたということなんですけども、まあそれがね、ここのマップの真ん中下にあるお得というところですね、タップをすると緑区スイッチが入るんですが、そしたらですね、キャンペーンが開催されているところがマップ上で表示がされるようになってるんですよ。例えば、今矢印が入っているカルディコーヒーですね。まあ結構ね、面白い食材とか調味料とか売ってる面白いお店なんですけども、それがこのようにキャンペーン キャンペーンっていう感じで、まあ、旗が立つような感じで、分かりやすく表示がされるんですよね。でその時に、僕が2月の21日12時37分ということで、まあ、この先ほど、今お伝えした博多駅のカルディでお買い物をしてきたんですけども、1503円分支払い完了ということなんですが、決済した後にふと気づいたことがありまして、この枠の中ですね。まあ、通常であれば、決済した直後にですね。たぬきの大恩返しで、いくら、いくらポイント付与されますよというふうに表示がされるんですけども。 これなんでだろうと思って、まあ思わずね、ちょっとツイッターにも呟いたんですけども、これって僕だけなんですかね。一応マップ上では、対象のお店っていう風には出てたので、まあおそらく大丈夫かなと思うんですけども、大抵 au ペイでキャンペーンの対象店舗で決済したら、決済した直後に、キャンペーンのポイントとしていくらいくら付与されますよという風に出てきたりはするので、若干ちょっと不安になるところではありますね。まあ一応この画面上には一部 キャンペーンポイントは含まれていませんっていう風に出てるのでちょっとなんかゾクってしてしまったところではあるんですけどもあとはちょっとね付与されるのをドキドキしながら待ちたいと思いますであともう一つあるんですけどもまあ先日ねスタートしたローソンの20%還元キャンペーンこれが2月の23からスタートしたということで僕も早速ね朝会社に行くときにローソンで決済をしてきたわけなんですけども、まあ、その時にね思わずちょっとツイッターでつぶやきましてつぶやいた内容なんですけども今日も絶好調すぎててんてんてんということであと1円はレジ でででって頭で分かっていててて頭かかいも大体レジ前であわわしてるからそこまででどり着けけなないといととうことなんですけどもこんすもれどういったことかと言いますと、それがこちらなんですよね。決済したたに599円だったんですよもうこれはもうただただ僕がポンコツすぎるっていうだけはあるんですけども、ローソンで、ま、朝食であれ、ま、何かしらのものを購入してて、ま、ポイントカードを提示して、あとローソンのコーヒーのクーポンとか提示して、その後にバーコード決済、ま、今回 AUP であれば AUP で決済するんですけども、それをやってて、 確か、コーヒーのクーポン20円引きとかを使った時の金額を計算し忘れてて、決済した瞬間に599円になったんですよ。ですけども、まあ、この時にですね、レジ袋を付けてくださいって言えば、さらに数円プラスアルファされるので、600円分、600円で決済したことになるので、まあ、ポイント還元もかなり変わってくるところではあるんですけども、まあ、それがね、頭で分かってても、レジ袋をお願いしますっていう風に言えず、そのままね、 立ち去るっていう感じなんですよねいや、もうほんと、あと1円がね、届かずっていうことで、まあ、たまたまこの日はツイッターでつぶやいてるんですけども、たまーにやっちゃうんですよね、こういうのって。ま、ぜひですね、これに共感していただける方いらっしゃったら、ぜひ高評価をお願いします。まあ、ただ僕がポンコツすぎるだけなんですけどね。 まあそんなこんなで今回は a u ペイのタヌキの大恩返しに飲食店が3月からプラスアルファされる。そしてそれについての情報についてで簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ正直ね3月に関しては a u ペイ以外にもペイペイがねかなり熱いキャンペーンを開催される予定ではあるので、まあ、優先順位的にはまあペイペイのねキャンペーンを使って a u ペイのキャンペーンを使おうかなというふうに思ってるんですがまあこれはね僕の動画でもちょくちょく言ってるんですけどもまあキャンペーンだからといって上 いっぱい無理に使ってなんかいろいろ貯め込むのはまたちょっとそれは違うのかなという風に思ったりするのでまあ普通にね生活で使える範囲で決済をして無理なく使うぐらいが僕はベストかなという風に思っておりますで今回お伝えしたキャンペーンのリンクそして僕が過去に AU ペンのキャンペーンについて解説した動画も概要欄に貼っておきますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました